どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は中性星同士の衝突というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。以前にもこのテーマで動画を作ったことがあるんですけど、最近登録してくださった方にもぜひ見てほしい面白い内容なので、過去動画の情報や映像をリメイクしてお届けしたいと思います。中性星は、太陽の8から30倍程度の質量を持つ恒星が、一生の最後に星の核が自身の重力に耐えきれなくなって強烈に圧縮された結果残る超高密度の天体です。例えば、今にも超新星爆発が起きそうであるということで、非常に有名なこのベテルギウスも、太陽の10から20倍程度の質量を持っているということなので、いざ爆発が起こった後は、ブラックホールを形成するには足りないので、中心部には中性子星が残るというふうに考えられています。で、この中性子星という天体は、本当にすごい密度が高くて、直径で言うと 20km という、本当に小さい球の中に、地球の50万倍程度の途方もない巨大な質量が詰まっています。ちょっと地球と実際に比較してみると、サイズ感はこんな感じになります。圧倒的に地球と比べてちっちゃいんですけど、こんなちっちゃい中に地球の50万倍の質量が詰まってしまってます。で、数値にすると1立方センチメートルあたり数億トンということで、角砂糖サイズで数百メートル級の山くらいの、質量を持ってるぐらいの密度となります。そんな異次元の密度をした極端すぎる天体中性子星が、別の中性子星と衝突すると様々に特異な現象が起こるそうなんですね。なので、今回はそちらを掘り下げていきたいと思います。中性子星同士の衝突現象は、キロノバというふうに呼ばれます。太陽のような恒星が一生を終えると残る、白色矮星という天体があるんですけど、そういった天体が起こす新星、これは英語にするとノバという現象があって、そういった現象の1000倍のエネルギーを放つ、1000というのはキロという、単語なので、そういう意味で、キロノバというふうに名前が付けられています。で、この地球というのは、太陽の放つエネルギーのわずか20億分の1程度しか受け取っておらずに、それで現在のような適温の環境が保たれているので、いかに太陽が、全体として放っているエネルギーというのが膨大なのかというのが想像ができると思います。そうなんですけど、その太陽の10年分のエネルギーを毎秒放出するほど、中性子星同士の衝突、キロノバというのはエネルギーが高い現象なんだそうです。先ほども出てきた超新星爆発と比べると、100から10分の1程度のエネルギーになってしまうんですけど、それでも宇宙で最強クラスのエネルギーを誇る天体現象であることは変わりありません。そして、中性子星同士の衝突時の温度は、その爆心地でなんと1兆度を超えるほどなんだそうです。大質量の恒星の中心部でも、せいぜい、100億度ぐらいですかね。で、その太陽の数億倍程度の質量を持つ超大質量のブラックホールの周囲の膠着円盤でも、数十億度、数百億度とか、そんなレベルだと思うので、なかなか、超という単位の温度はそう出てきません。で、衝突後は、衝突した中性子星の質量や衝突の仕方によって、新しく、中性子星とかブラックホールがまたできるっていうふうに言われてるんですけど、ただはっきりとしたことはまだ分かっていないそうです。水素から鉄までの元素は、恒星の中心部で核融合反応によって生成されます。ですが、例えば、金などの鉄よりも重い元素もたくさん見つかっているわけなんですが、それらは一体どのように作られたのでしょうか。そのような特に重い元素というのは、もともと大質量星の一生の最後に起こる超新星爆発によって生成されるというふうに考えられていましたが、それだけでは現在宇宙に存在する重元素の割合を説明しきることができなかったそうです。ですが、2017年の8月17日、史上初めて中性子星同士の衝突による重力波。この重力波というのは重力による空間の歪みが波として伝わる現象なんですけど、そういった重力波を観測することによって、中性子星同士の衝突でも鉄よりも重い元素が生成されるということが明らかになりました。金やプラチナを身につけている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それは昔どこかの中性子星同士が衝突して生まれた元素なのかもしれません。超新星爆発と並んで
地球から数億光年以上彼方で起きたものでも地球まで届いてくるので、地球では毎日2から3個程度のガンマ線バーストを確認できているそうです。そんなガンマ線バーストは大質量星が超新星爆発を起こして、その中心部に中性子星ではなくブラックホールを残した際に発生するというふうに考えられています。中性子星が残る超新星爆発では、そのガンマ線バーストというのは起きないというふうに考えられています。そして、実はガンマ線バーストは超新星爆発だけではなく中性子星同士の衝突でも発生するというふうに考えられています。超新星爆発時のガンマ線バーストは2秒以上続くので、ロングガンマ線バースト、そして中性子星同士の衝突によるガンマ線バーストは、平均で 0.3 秒ということで非常に短いので、ショートガンマ線バーストというふうに呼ばれています。短いとはいえ宇宙最強の破壊光線まで放つということで、やはり中性子星同士の衝突は恐ろしい現象ですね。では、そんなヤバすぎる衝突現象が実際に起こりそうな場所はどこにあるのでしょうか。地球から3200光年ほど離れたところにある、同じ銀河系の中でも割と近所のところに、PSR-J0737-3039A という、中性子星の連星系が発見されています。中性子星同士の連星系というのは非常に珍しくて、これまででもたったの数例しか見つかったことがありません。で、この両方とも質量が同程度なので、ほぼ同じ軌道上を公転していて、でお互いの距離が80万 km ほど離れているので、公転軌道の中心からの距離はだいたい40万 km ということになります。つまりは、地球に対する月の公転軌道とかなり近い軌道でお互いを公転しているということになります。月は地球の周囲を27日間かけて公転するんですけど、この中性子星は、地球の50万倍ほどの質量を持っていて、で重力も50万倍ぐらい強大なので、たったの 2.4 時間でお互いを一周してしまいます。そして、PSR-J0737-3039 は今から8500万年後には衝突するというふうに予想されています。8500万年間ぐらい頑張っていければ、宇宙規模で言えば近所で起こるキロノバというのを楽しむことができるかもしれません。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の動画を毎日投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルでは、より広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルでは、こういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために、科学ヤバイチャンネルでは、僕、キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行っています。とても、楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。